どりさんですね。予約の取りの S ちゃんです。お願いします。満足度部門は今4回全国1位を取らせていただいて。違いますね。あ、よかった。違い分かるんじゃないですか、これ。はい、こんばんは、川島です。さあ、今回ですけども今またね、ロケに来てるんですけども、この前ですね、肌をね、描いた方法という動画でね、お世話になったみどり先生がね、いらっしゃるんですけども、そのみどり先生でね、実はね、予約の取れないエステさんで有名なんですけども、その予約の取れないエステさんのみどり先生のね、今まで動画を見てまして、その時に簡単リフトアップという動画がありまして、それがね、めちゃめちゃ効果出てると。これは本当にこんなリフトアップするのかというふうに思いまして、今日はね、突撃してね、実際に受けてみようと思いまして、今日はね、やっていきました。そしてね、よかったらぜひね、みんなにね、こう届けていこうと思ってますんで、今日はその予約の取れないエステッシャンの技術をね、ちょっと体験していこうと思っております。今回でまず、ヘルさんの店舗のね、表参道店に来てるんですけども、早速ね、入っていきます。はい、では行きますね。さあ、お、来ました。こんにちは。いらっしゃいませ。お願いします。いらっしゃいませ。みどりさんですね。予約の取れないエステちゃんです。お願いします。はい、LINE してね、はい、今日行きますっつって連絡してきましたけども、これね、まずみどりさんの経営するサロン、表参道店ですね、はい、今新宿と恵比寿と表参道と、あともう一個違うブランドが外苑前と、あと長野ですね。はい、ですね、はい、表参道店に来てるんですけども、はい、じゃあまずね、軽くちょっとお店の話で見せてもらおうと思ってます。じゃあ今日行きましょう。どうぞ。はい、でもやっぱ綺麗ですね、表参道店。ありがとうございます。じゃあまずここから行きましょうか。どうぞ。ここが噂の予約取りにくい、はい、こんな感じになってます。ラックスですね。個室ですね、本当ね。はい、このお店は完全に個室になってますね。はい、看板もないし、本当隠れ家というかね、完全に本当に誰からもわからない隠れてる場所なんですよね。そうなんですよ。なのに予約取れないっていうのはすごい。続いてはですね、こちらですね、スペシャル専門のエリアになります。あ、ちょっと違いますね。はい、そうなんです。なるほど。はい、そうなんです。なるほど。他の部屋はボディとかブライダルとか。そうですね。はい。違いますもんね。そうなんです。これでリクライニングしてやっていく感じ。なるほど。はい。感じですね。はい。やっぱ綺麗ですね。やっぱね、落ち着いて。表参道って感じの雰囲気ですね。ありがとうございます。表参道。これがエンビロンの機械ですね。そうです。これがエンビロンの特許。僕がいつもやって、そうです。はい。僕いつも肌の改善でお世話になってるんですけども、この機械をね、やってもらってるんですね。はい。あ、ここはですね、体操整形って言って、これなんですか。あ、これはですね、エステティックグランプリっていう顧客満足度覆面調査、ミステリーチョッパーの顧客満足度調査、はい、大会に出ていて。で、技術部門とかいろいろあるんですけど、顧客満足度部門は今4回全国1位を取らせていただいて。4回全国1位。そうなんですよ。で、技術部門も準グランプリ取らせていただいてとかですね、はい、いろいろ賞をいただいております。すごいですね。すごい、さすがですね。ありがとうございます。ここはですね、体組成形っていうちょっとこんな大きい、はい、置いてあるんですけど、なるほど。で、予防医療で、まあ、外側からじゃなくて中側からもってことで、うん、なるほど。お客さんの、まあ、体組成ですね、中身を知ってどのような角度からアプローチするのが一番健康で美しくなるかっていうことをやってるので、ちょっとこのね、合わない感じの機械なんですけど、どうしても必要で置いてます。ここからね、ここから上がっていくんですね、はい、そうなんです。なので、体脂肪とかね、まだまだね。そうなんです。そしたらもう一個部屋がありましたね。はい、もう一個の部屋が一番大きいお部屋になります。メインルームメインルームになります。ちょっと今あれやってるじゃないですか。ちょっと今、YouTube の撮影をしてました。やってますね。はい、YouTube をちょうど、最近やっぱ YouTube 頑張ってますもんね。そうですね、かなり投稿本数も多いし、ね、頑張って今今日も撮影中だったんですね。やってました、朝から。なるほど。気合い入れて。はい、では問題なんですけど、はい、今回ね、来た理由がこの動画、簡単リフトアップ、これ結構効果出てると思いまして。嬉しい。まあやっぱさすがだなというふうに思ったんですけども、これどんな理論でやってるかちょっとね、聞こうと思いまして、今日はねさせてもらったんですけども、はい、ちなみにあれはどんな理論でこう上がっていくものなんですか。あれはですね、もともとうち肌質改善もメインでやってるじゃないですか、はい、で結構トラブルの人多いんですよ。あ、なるほど。そうすると顔の表面をあんまり触れない方が多くて、うん、なるほど。そうなんですよ、はい、まあ、それでも女性はみんなリフトアップしたい、なのでトラブルなとこ触
はいはいはい、要は近いところですね、リフトアップするためのなるほど、ね、まあ、もうご存知の通り耳とか、耳からね、頭皮とか首のところですね、このあたりをきちんとアプローチをしてリフトアップさせていこうと。そういう理論でも触らずに上げる方法をいろいろ研究した結果、はい、そうです、耳にたどり着くんですね。そうです、なるほどね。耳に筋肉がね、やっぱりいろいろつながってますからね、耳がしっかりほぐれると上に上がりやすくなってくれてね、とりあえず全部引っ張ってくれるんでということですね。そうです、なるほど、耳からやっぱやってるんですね。はい、ちょっと体験してみてもいいですか。もちろんです。ちょっとじゃあやってもらいましょう。はい、では行きましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ではまずですね、はい、耳からやっていくんですけど、耳から、はい、まずあの、はい、耳たぶからぐーっと引っ張っていくんですけど、はい、これをあんまりこうやって引っ張り切らないで、自然と伸びるギリギリのところまで、思ってる引っ張らないですね。そうなんですよ、伸ばして6秒ぐらい止めると、戻して今度は耳の穴を広げるような感じで、これも伸びるギリギリまでぐーっと、今度魔女の耳って私がいつも言う、この耳の一番尖るここですね、ここをぐーっと引っ張っていきます。斜め上ですね。はい、斜め上やって、でこれだいたい3回ぐらい繰り返すんですけど、で今度耳をこういう風に畳む感じで10回ぐらいで、まずこの耳をこれぐらい刺激をして、うん、今度はやっぱりこのね、一番お顔がつながってる頭皮に行くんですけど、はい、やっぱこの耳の周りですね、はいはい、ちょうどこの引っ張るとリフトアップするところがあるんですけど、はいはいはい、ここをグッと刺して中の頭皮をマッサージしてる感じです。このだいたい耳から上に3本ラインぐらい上がってくる感じで頭皮をマッサージをしていきます。そしたら今度何かちょっとクリームをつけてもらいたいんですけど、はい、こちらのマイナデシコのクリームを、はい、使っていきたいと思います。はい、これミエさんのオリジナルブランド、オリジナルなんですよ。これうち長野県じゃないですか、はい、なので長野県の伊那市っていうところで実際に作ってもらってるんです。そこで採れたハーブとか使って、なるほど、はい、かなりこだわってみました。このクリームをフェイスラインだけつけてもらって、骨があるんですけど、はい、この骨の下側をこう流します。この人もそんな力入れてない、全然入ってないですね。そうなんですよ、まず骨の後ろ側を3回流します。そしたら骨の真上、骨の上を流してきます。はいはいはい、これ結構ね、ソフトタッチ。そうなんですよ、あんまりね、ゴリゴリじゃないと。そうなんです。そしたら今度骨の真上をぐーっと流してきます。そして硬いんですけど、はい、ここだけは軽く力を入れてほぐします。ここに溜まるんでね、やっぱり表面を回すんではなくて、内側の中の硬いところをちょっとこう指で当てるようにしてしっかり回していくって感じですね。なるほど、はい、ギリ感出てますね。体幹の中でも今こっちがもう薄い、こっちがちょっとまだこう張ってる感じありますね。ちょっと触ってみましょう。もうこれで終わりですね。です。じゃあ触ってみましょう。はい、まずやったらおー、どうですか、違いますね。あ、よかった。これはすごい効果ありますね。これはやっぱりありがとうございます。これちょっと僕の視聴者の方に紹介してもいいですか。もちろんです、はい、ではじゃあちょっと早速実際みんなができるようにちょっと教えたいんですけども、はい、まずどんな感じしたらいいですか。まずですね、はい、ステップ1が耳ですね。耳たぶを下にぐーっと軽く止まるとこまで、このぐらいですね、はい、はい、引っ張ります。っゆっくり引っ張って6秒ぐらいその止めてゆっくり戻します。6とゆっくり戻します。結構軽く、まあ、ちょっとこの耳の穴が広がる感じですね。そうですね。でその後今度耳の真ん中ですね、はい、これも耳の奥の穴が広がるようなイメージですね。これ以上伸びないよっていうところで止めて6秒です。まだ、はい、そしたら今度耳の上ですね、この一番高いところっていうんですかね、はい、ここをまた同じように1、2、3、4、5、6と、はい、はい、まずこれがステップ1ですね。ステップ1、はい、はい、そして今度ステップ2が、はい、耳の下側ですね。さっきやったようにこういう感じで、はい、はい、これでこんな感じで、はい、10回、はい、はい、引っ張ります、はい、そしたらですね、耳は耳の指でこの耳の前と後ろを挟むようにして軽く摩擦します。なるほど、そうで
ですね。これね、結構ね、流れるんですよ。なるほど。はい。こんな感じですね。はい、そうです。はい、そうしましたら、今度、トーン。はい。なので、さっき言ったこの耳の上から1、2、3本ラインですね。中を、表面を回すんではなくて、頭皮をグッと掴んで回していく感じですね。うんうんうん、はい。でも一人でやるときは両手でやると力が入りやすいと思うんですけど、片手だとちょっと押さえてやってもらったら楽かもしれないです。はい、そうです。こんな感じ、はい、結構奥の筋肉をしっかりほぐす感じですね。そうです、そうです。で、ちょっと目がつり上がるような方向に向かってやってもらうと一番いいですね。あ、ちょっと上に上げながら、ちょっと上に上げながら、はい、少しまた上に行って、はい、一本上に行ってグーッとで、また上げて上げて、で、なるべくお顔のね、近い方に指が当たってくれるとお顔がリフトアップしやすいので、はい、はい、こんな感じで、そうです、はい、そしたら最後クリームをちょっと塗っていただいて、こうですね、まず顎の下、下のライン、そうです、グー一回、はい、流す。そしたら今度骨の上ですね、この上、こうですね、さっきは下、そう、上、真上っていうんですかね、はい、流す。そしたら最後、今度本当に骨の上のところですね。はい、はい、最初、次、3回はここですね。そうです。そこを流すと。で、最後、この耳の下、耳下腺ですね。ここをまたほぐしてもらうと。ここも表面ではなくて、中側の硬いところですね。ここをほぐれろという感じでほぐしてもらうと。はい、ここ大事ですもんね。ここ大事です。エステでここ触らないことはないですね。しっかり触ってくださいと、はい、はい、こんな感じになります。すっきりしますね、やっぱりこっち側ね。はい、ということで、お疲れ様でした。かなりやっぱ効果ありましたね、やっぱね。ありがとうございます。ぜひやってみてほしいなと思います。それ多分やる時間帯は夜とかですか、やっぱり。そうですね、夜上がりとか。あと、もうこういうのはいつでも頭にね、うん、耳周りをとにかく刺激するのがいいのかなってできるので、うん、はい、ぜひやってみてください。今回ですね、紹介したリフトアップ、この動画もね、アップするんですけども、いろんな動画ね、今アップしてますので、ぜひね、こちらの動画も、ね、チェックしてみてください。はい、僕はね、こちらのエンビロ、いろいろね、動画いっぱい上がってますので、結構ね、参考になるものがあったら、チェックしてみてください。ということで、まあ、詳しくはね、下の概要欄に、皆さんのチャンネル貼ってますので、ぜひ、ね、チェックしてみてほしいなと思っております。それでは、今回の動画もし、面白かったら、ぜひね、グッドボタンと、そして登録の方もぜひよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。多数の芸能人やモデルも通う日本一予約が取れない人気美容整体師川島優輝。彼が全国に展開する整体フィラメントでは、毎月25日21時にネットにて予約を開放。東京、大阪、福岡、宮崎の全国4店舗にて予約を受け付けます。整体で自分は変えられる。整体フィラメント。